これでいいですか。はい。MUK の小菅です。今日もお客様コーナーで芸大の荒木さん来ていただきました。芸大でいいですか。ただのジジイで荒木さんにじゃあ今日はアンジェニューズームの話を聞きましょう。このアンジェニューのズームですけど、はい、16mm 4対3用のレンズです、はいはいはい、スーパー16じゃない。蹴られちゃう。はあ。で焦点距離が 12mm から 120mm の10倍ズーム、はいはい。でまあこいつはですね、はい、70年代のねベストセラーレンズ。ベストセラーな。ベストセラー、もう世界中で随分売れたんですね、はいはい、ということなので、このマウントがね、はいはい、今こう爪がついてるのはアリフレックスの、バイオネットマウント用のレンズです、はい、でもうちょっと古いのはこの爪がない、はい、まっすぐこう刺さるレンズですね、はいはい、で2種類あって、そのスタンダードマウント用とバイオネット用マウントと2種類ある、はい、で PL マウントアダプターつけりゃ PL になるんだけど、はい、そんな古いレンズを使う人は今頃いないと思いますな。ベストセラーっていうのは、うん、その用途的には映画なんですか。それこれはねドキュメンタリーとかニュース。それは何、ニュースが ENG のビデオになる前、前ですね。ノイズレスカメラで、はい、例えばミニエクレールとか CP16 とかアリの SR とかですね。それでこう細身で軽いからバランスが良かったですね。なるほど。でこいつに対抗してツァイスが、10mm から 100mm のズーム作ったんだけど、はい、ズームりむっくりしててね使いにくい。大きさで。大きさ。はあはあ。でこれは細身でそのズームも楽だし、ピントの送りも楽だから、はい、それでよく売れたんですね。うーん。で問題はね、はい、これ開放が F2.2 なの、はい、これ大嘘でね、うん、測ると T で 3.2 ぐらいしかないなあ。でも実際その昔そのフィルムで撮影した時っていうのはその辺の開放域っていうのは使うんですか。いや絶対使わない。絶対使わない。絶対使わない。F56 以上は絞れっていうレンズ。うーん、まあ、昔は全部そうですよね。開放で使うなんてことはまずないですね。現代のレンズは開放で使うことあるの、うん、ない。やっぱない。絶対ない。あ、そう。例えば F2 のレンズをね、はい、F2.8 で前後ぼかしたいってみんな言うけどね、はい、我々は絶対やんない。なるほど。 F4 とか F56 に絞らないとね、そんなの危なくて使えない。ああ、うん、まだ取れてなかったら困っちゃいますね。そうそう、困っちゃう。ピンボケは絶対ダメだし、うん、で F2.8 でねフォーカス遅れればハリウッドで飯食えるので。なるほどね。それはもうね、皆さんの能力を超えたことやんない方がいいよっていう。でこれはやっぱりどうでしょうね、当時でいくらしたんだ、100万ぐらいしたのか。そんな高かった。高かった。だから買えなかった。うん。今これね、eBay なんてオークションで見ると、はい、300ドルとか400ドルだから、はい、こいつを買ってね、要はなイメージサークルを拡大する、アダプターがありますわ、はいはい、それ使ってAPS-C ぐらい、APS-C いかないか、うん、まあ、一応用意したい、うん、マイクロフォーサーズぐらいはいけるんじゃないのかな。で、これで、はい、こうして、はいはい、これオリンパスの 1.4 倍の、うん、エクステンダーですけど、これでね、うんうん、
でマイクロフォーサスはいけちゃいます。おー、なるほど。ワイドで蹴らない。ワイドで、あ、大丈夫。はいはいはい、あ、大丈夫大丈夫、大丈夫です。どこだつ、こでら。全く大丈夫。いや、こんなそばには寄れないんだな。うん、まあ最短距離ね、1.2 メーターくらいだから。いや、手に入れるんならね、本当に今のうち。今のうち。うん、でこういう裏技が分かっちゃったら、多分高くなるので。でもね、レンズの種類によって、うん、ここのね、ここのなんだろう、レンズガードになるのかな、うん、これがね、少し長いやつがあって、そうするとね、こっちのエクステンダーに当たっちゃうんですよ。だからね、うん、お客さん買ってきても、うん、この手が使えない人もいて、残念な感じ。それはやっぱり小菅さんに相談してから買わないとダメ。あるいはこっから買う。そう、そのあるものを合わせてから買わないと、うん、あの eBay で買うとね、うん、そういう失敗もありました。じゃあ、 あの我々が落としてちゃんとテストをしてから。テストしてから、そうですね。でもいいレンズです。もう間違いない。その大ヒットになったっていうのは、うん、そのズームレンズが最初だったからなんですか。最初か。でね、この種類もいろいろあるんだよ。 9.5 からね、95とかね、はい、15から300っていうね、アホみたいなズームもあるんだけどね、うん、これはもう性能がひどくてね、使えない。ああ、うん、これが一番性能がいい。 なるほどね、うん、アリのマウントはね、あのやっぱ学校から、映像の学校からね、注文が来たりするんですよ。やっぱりこれ使いたい。みんな持ってるんでしょうね。持ってる、うん、あの16ミリカメラ持ってたらね、必ずこれは持ってたんですね。なるほどね。でもまあ、こうやって使えますんで、うん、持ってる方はぜひ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 。あの、レアなアイテムはね、フードがあるんですね、ちょっとちっちゃい。あ、そうなの、うん、全然役に立たないんだけど、なんとなくかっこよくなる。これフィルター系なの。うん、これは72mm が使える。でそこにフードが、本当は純正なのはね、ちっちゃいフードね、うん、で、あの国産で作ったやつはね、こんなラッパみたいなフードもあるんだけどね、はいはい、逆に使いにくい。うん、マットボックスではなかった。ない。あ、うん、それはもう機動性で手持ちでも撮った、うん、手持ちで。あと、あの NHK も随分これ使ったからね、ニュース用にはね。なるほどね、もう ENG ができる前はみんな、あの、音は別撮りで絵だけ撮ってきたんです。で、音のしないカメラは、うん、その同時録音用ってことなんですか。そう。でも結局そのレコーダーがつながってるからね、うん、カメラとこう紐でつながってるわけです。はいはい、機動性良くない。なるほどね。でしょうがないから、あの磁気ストライプを塗ったね、リバーサルフィルムを売ってた、はい、あ、それはあのカメラの中にアンプが入ってて、はい、音も絵も両方取れるんだけど、はい、リバーサルだから今度は露出がめんどくさい。ああ、そっかそっか、そのフィルムをそのまま使わなきゃなんないから、リバーサルってことだね、うん、ああ、なんか、まあ、ニュースはまあそれでもよかったんだけど、残すとなるとそれは大変。あ、まあ、いろいろそういう時代でした。今もうあの、ね、絵に音くっついてるのは当たり前だけど、はいはい、その時代は音をどうしようかっていう大問題だった。大問題。ああ、そうかそうか。で、かたやね、今こんな IC レコーダーがあるけど、うん、我々の時代はナグラっていうこんなでかいのを持ってったわけで、カセットテープでもなかった。6ミリです。なるほどね。オープンリールでね、あの毎秒19センチでわーっと回ってた。はあ、
大変ですね、はい、大変ですでそのナウラのテープレコーダーだって1台100枚以上したので、うん、もうだから16ミリを撮るってことはね大変だったんですね。なるほど。今レンズもその16ミリのカメラも個人で買える時代になっちゃったっていうのは、はいはい、それはもうまるっきりこんな時代になるはずがないと。ああ、持つんなら今のうち。今のうち。今のうち。フィルムはまだまだあります。まだあります。はい、ちゃんとコダック売ってます。現代の16ミリカメラっていうのもあるんですか。一番新しいのはね、はい、アリフレックスの416ってのがあったんだけど、はい、これがあのスーパー16専用なのね。でもう製造はやめちゃった。あ、もうやめちゃった。うん、そういう何年ぐらい前まで。2、3年前ですかね。2、3年前、うん、あ、だから今16ミリカメラ作ってるところはないかもしれないですね、うん、お宝なんだけどゴミという、うん、分かりました。ではあのこの辺で ありがとうございました。次があるんでしたらずっと今度はチャイスのズーム持ってきます。わかりました。あのしばらく続けてくださ い, はい、はい、ありがとうございました。はい、どうも。